ハイタイグ水曜中華なびら6月2日金曜日なあもう10時10分ぐらいなと遠いびいしがカフムイラジオチムビラ始まいびんパーソナリティやハルートはい、ほかまちよこはい、そしてユースクラブの島袋里沙とあれ、声聞こえてないよユースクラブの、はい、ユースクラブの島袋里沙と、はい、同じくユースクラブの崎山林やいびんはい、サルグトニヒエサビラなんか今日リーサーの声があんまり聞こえてないけど大丈夫かな雨だからか ね, ねはい、ということで今日は今日ゆったいしうどずきサビーンはい、はいこの番組はうちなの音とカタリントゥーチうちなんちゅとし福井もっち異文化と積極的に関わってちゅるくくるはぐくり、うん、ファーフジエのニフェのくくるとしまくとば伝承しいちゅる番組やいびん毎週しまくとばうちなかなさそうるちょのチャートのお話身近でうくちゃるうちなのニュースのコーナーゲストうんちけいしお話しちゃるコーナーなどの内容しお送りさびんそして、パソコン、インターネット、チコーラリール方やユーストリーム、ツイキャス、同時放送ソイビークトウチナ、ヤマト、海外から暮らし方ソウルウチナ、カナサソル、グシュヨン、この番組チチュルクトナイビン、アンサクト、最後までチチミソウリオタイラジオンチチョール、グシュヨンからメッセージ、直訓リクエスト、シマクトバに関する質問などどんなユシティキミソウリオ電話とファックス番号や098-934-8653 934-8653 E メールアドレス 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp なといびんこの番組は FM コザ 76.1MHz より地域のためのラジオ局 FM コザ沖縄ハンズオン NPO 学校法人知性会琉球リハビリテーションのご協力しお送りサビンユタサルグトウニゲーサビラはい今日はもうちょっと来る時にハプニングがありましてまさかのまさかのっていう番組ちょっとねずれましたけれどももう気を取り直して行ってみたいと思います。あのルドルフさんレナさんねツイキャスでメッセージくれてましたけど、うん、すいませんね遅れてしまって休みじゃないですよはいなので今日またレナさんもね合間合間に参加してまた北海道の話も聞かせていただけたらなと思います。ひたさるぐとにげーさびら、はいはい今ね慌ててオープニングやったみたいな形になりましたけど、はい、これやらないとねちょっと気持ちが始まるぞってリセットにならないのでねちょっとそれで入れましたけどもうちょっと10分過ぎてしまいましたがぐすよちゃがんじゅやいびがやちゅや雨だらだらそういびんやなあちぬうてまあ、そのめやいびたがやいとまんのはれうわってなあハリガニないねえからチーアキンドーに昔からイラッとおいびしが、うん、なあまなあだアミダラダラそういびなあ空天後はシチンね、うん、ず送り通るはじえびしさ、うん、ねえね、うん、なんか調子狂ったみたいな感じ、ね、そうね天気もね、うん、ちょっとまだ早いだろうってねもしかしたらいるかもしれないね、うん、やっとでも今 60% ぐらい貯水率になったって言ってね、うん、もう厳しかったみたいですけど、はい、先週もちょっと断水の話してね、うん、沖縄タンクがあるからまた大丈夫だはずねって言って昔は井戸があるから枯れることなかったよって話もその前にやってたんですけど先週少しねハーリーの話して、うんゆっかの日とかの話もしながらね、うん、やったんですけど
ゆっかの日あのやっぱりつくづく思いますけど、あの今琉球ハリコもね復活させてる方がいるんですけど、那覇でハリコあのなんかおもちゃですか、うん、首がそうそうそう、うん、そう、うん、首が振る、まあ、振るのもあるけど、うん、あの振るのもあるよ、あるんだけど、うん、あの紙でできてるっていうのは紙、中身はあの竹でやる人もいるし、はい、あの空洞になってるものなんだけど、これをねあの中学校だったかな、高校の美術の時間に作ったことがあったんだけど、結構手間かかるけどあれ面白いわけさ、だからあれを沖縄の人たちやっぱあるものを使って、昔からこの作っていたっていうのはすごいなと思って、あとあのうちりくぶしもその、結局張り子で作ってるから中空洞になってるので、中に鈴入れたりとか、あのなんか音が鳴るんですか、中に何か入れたらコロコロ鳴るよっていうのもね、あったりして、だからチンチン馬もそうだったよって聞いたんですけど、だからこのねうちりくぶしもあのこのわらばが初めて生まれる子供がこの初めてゆっかの日やるときには、あの力むちじゃないんだけど、それと同じ感じで、まあ、たくましく、ね、七転び八起きで、あの育ってほしいっていう願いを込めてなんかやったよってことで聞いたことあるんですけどね。昔だからあの起き上がる人形ね見たことあったんだけど、あの昔のやつじゃなくてもうプラスチックでできたやつだけど、結構赤ちゃんがいるお家にあったんですけど、もう今あるかな、昔だからおばあがだるまあらんなって言ったんだけどもうだるまも確かに上がるのあったねつって話したんですけどね、なんかだからこの昔のおもちゃとかそういったのも、あとまた最近あのエスニックブームは多分過ぎたと思うんですけど、あのバーキとかね、早期というかこの竹細工、また人気が出て、今やってる人が多いっていうのもね聞きましたね。あ、この間あの久しぶりに名古屋先生からあの内地の編み方したバーキもらったんですけど、 あれもなんかね1時間ではできるよって言ってたので、またちょっと仕組み見ながら学んでみようかなと思ってるんですけど、こうやってねあの今伝承者が少なくなってるものがこうやってまた復活するっていう意味では、まあ、いいのかなっていうのもあるんですけど、やっぱり一番四万十に学んでほしいなっていうのはありますね。最近も便利なものが出すぎて、こういったの忘れがちなんですよね、昔のあのね、そういったお年寄りの方が作って、まあ、商売売って歩くぐらいのそういう仕事をやるという方がなんか少ないですもんね、そうですね、バーキス、オッキー、ティール、無役は ね全部こう竹細工でね、あの作ってましたけどね、あの何うなぎを取るあのカゴとかね、タオナジャを取るカゴまであったんですかね、あのこの何言ったかなこれすくい、すくの、こう、なんだったっけ、なんだ名前忘れてるどうしようじゃあ思い出した時にありやったさ、これわかるけど、名前忘れましたね、はい、リスナーの皆さん、ぜひね、クリロっていうのがあったら、FM 小座に電話してからウリロっていうことで伝えてくださいね、はい、こういう時リスナーさんすごくあの協力的なのでね、ぜひお願いしますよくあのあれだよね、このね路上すくいじゃないけどね、なんかやるのがあるんだよね、なんだっけ名前忘れたな、そうもう一つずついていったら出てこないかな、早期とか未上期とかバーキとかね、じゃあ千代さん思い出したら思い出したらまた次に ね、あのお教えします、はい、すいません、昔のことはあまり使わなくなってねやっぱりデイジーなと思う一デイジーやさ、だからね、本当誰だったかな、昔一デイジー、二デイジー、三デイジーどうって言ったのが言ったけどね、面白いですね、はい、じゃあリサさん、なんかこのハーリー関連で記事があるってことで紹介お願いしていいですか、はい、ちょうど新聞で、あちこちの地域のハーリーの様子が特集されてたんですけど、まずはじゃあ糸満の方から、はい、糸満那城70回の記念大会ということで、70回なんだ、はい、すごいね、
旧暦5月4日のゆっかの日の5月29日糸満市の北那城ビーチで那城ですかね、うん、ハーリーが行われた。浜から沖合で折り返す830メートルを漕いだ後、浜に戻って棒に吊り下げられた酒瓶を一番エイクが取るまでが勝負。へー、ウガンバーディーはクシンティ、ナカンティ、メーンティの3集落で競い、うん、はい、メーンティが最後までリードを守り2年ぶりに優勝した。とメーンティの一番エイクで酒瓶を取った一式公平さん42歳、公務員は、うん、みんなの息を合わせたことが勝ちにつながった、漕ぐことに集中したことが良かった、うん、来年も勝利の余韻を味わいたいと喜びを語った。那城区の荒垣英徳区長64歳は、うん、1948年のハーリー復活以来70回目の節目を迎えた、今後も心を一つにし伝統行事の発展に努めたいと挨拶したそうです、うんうん、70回目すごいね、すごいですね。なんだったこの前メンティ面白いですね。これ3つ部落があるんだよね、はい、後ろ真ん中前ってことで、うん、クシンティ、ね、ナカンティ、うん、クシンティとね、メンティ、メンティっていうのは何ですかね、何ですかね、メンティ側、例えば前の方、あ、後ろ側とか真ん中、あ、うん、そういうんですね、そんな感じ、それだと思う、ティード、前の側の人、うんうん、また真ん中側、うんうん、クシヌ側、だからね、今度リスさん島くとばでこれ紹介できたらいいね。そうですね。もう同時通訳できれば、うん、はい、あともう一個、はい、面白い記事、面白いというか、うん、ハーリー歌高らかに糸満歴代入賞者ら熱唱ということで、これもあれなってるの、コンテストみたいになってるの、あるらしいんです。糸満で、2017年度第10回記念糸満ハーレー歌大会が、うん、開かれた。それで10回を記念して歴代の入賞者や団体らが出演、うん、色鮮やかな大漁旗が飾られた舞台で伝統的な歌唱から混声合唱、創作歌唱、ソプラノ二重唱、寸劇などさまざまな演目で自慢の歌声を披露した、うん、で、最後は参加者全員でカカアシー、あ、カチャーシーのことですね、糸満ではカカアシーって言うんですね、を踊ってハーレー歌を、はいはい、斉唱したと。糸満、うん、ハーレー歌は旧暦5月4日のゆっかの日に糸満漁港中地区で行われる糸満ハーレーで歌われる、うん、歌い始めから一気に高音で歌い上げる音域の広さが特徴。西村、中村、なんだろう、ん、新しい島って書いて、何だよ、新島の3集落では種目の林が異なる、うん、大会はハーレー歌を普及啓発するために開催していると、うん、いうことで。そうなんだ、ハーレー歌っていう、うん、ハーレーの時に歌う歌もあるんですね。あのハーレーが終わってこの、ウガンバーリーで本バーリーが、いくつだったか、2025メートルだったかな、はい、結構長い距離をもうこの最初のクンヌカ星とかよりも3倍ぐらいの長さを、うん、この3つの部落で漕いだ後に、はい、買ったところがそのままあのこの村の、なんていうの、アシャギじゃなくてこの神屋みたいなところに行って、うん、エイク持って行って、うん、でそこですぐもう絵になってからこの神歌あの、うん、ハーレー歌奉納するらしいんですよ、うん、それやってなんかもうハーレー無事に終わりましたよっていうことで神様に、うん、あの奉納するらしいんですけど、うん、はあ、でもこうやって継承する活動につなげてるんだね、ちょっとびっくりしましたね。あれもうブラックだけで伝えてるのかなと思ったんですけど、うん、聞いてみたいですね。そうですね、うん、なんかアレンジもしてるね、混声合唱とかすごいなと思って今聞いてて思ったんですけど、だからあれもね、いろんなあの糸満の場合はクンヌカ星っていうのも結局一回転覆させて、それをまた元に戻して水かき出して、だからこれもあの悪いのをかき出していいのをまた入れるっていうイメージがあったりとか、そういった感じでねやってるっては言ってたんですけど、だからまあそういうのでこの
ただ船を漕ぐのではなくて、うん、まあ、この競技一つとっても例えば昔は漁でね波が急に荒れたりするので、うん、それで転覆しても、まあ、漁師さんがそのまま船をまた元に戻して漁を続けられるっていう、うん、この力量を測る競技だったっていう話もあったりとかして、なのでまあ大漁祈願とかねそういったのだけじゃなくて、うん、やはりこの海で亡くなった人たちのまた弔いだったり、うん、そういう海んちの人たちの技量だって、うん、まあ、糸満ならではだと思うんですけど、はい、そういったのがあったみたいですよ。うん、晴れ歌聞いてみたいね。そうですね、うん、もし他の部落でもあったら聞いてみたいですね。焼、うん、けのあたりでは、うん、あの綱引き、はい、焼けの大綱引き、 ああいう時には、うん、ガエっていうのがある。ガエはいはいですね。あ、応援する時もこの入りと上がりの、うん、どっちが勝つかみたいな、はいはいはい、ガエするわけね。要するに、うん、こっちが勝つ、こっちが勝つみたいな、うんうん、こう応援合戦みたいな、重なって、あの入りと上がりが一緒になってね、はいはい、そうやってガーエ歌を歌ってますけど、うんうん、このこれハーリーも、うん、そういった、あ、まあ、これ終わってからですよね、うん、そうですね、終わってからですね、はい、っていうのは始まる前にガーエする、うんうん、始まる前にこっちが勝つ、こっちが勝つみたいなね、はいはい、カテナも多分エイサーする時にあの十字路で4つの子がエイサーがエイサーもありますよね。ので、うん、その時もね多分、うん、あのちょっと挑発じゃないけど多分やると思うんだけど ね、 そんな感じかもしれないですね、うん、そんな感じの歌、うん、今度16日かな、やけなあハーリー、これからですか、うん、だから私もぜひハーリーまだ見たことないので、うん、今度ぜひ行こうと思ってたら、うん、なんか招待状来てるから、あ、もうこれ良かったなと思って、うん、いい機会ですね、うん、どうしても行こうと思ってます。じゃあもうラジオ終わってからだね、16日だったら、ね、朝からだったらもう生中継してもらおうね。現場の中心16日だったね。はい、ということでハーリーね、あのまたチャタンとか、カデナとかいろんなところで行われて、うん、まあ、行われるところもあると思いますけど、ぜひまたこのね糸満とか、まあ、本当に漁が盛んなところはあの伝統的な衣装だったりとか、そういったのも全部一つ一つ意味があるっていうことであったので、今はまあ確かにあの、まあ、茶壇とかだとね、うん、あの外国人の方たちも一緒に混じって、うん、あのなんていうのかな、もう船を漕ぐ、ね、速さを競うっていう、うん、ちょっとスポーツ的になってるかもしれないんですけど、そういうまたね歴史も学びながらだとまたさらに、うん、意味合いが変わってくると思うので、うん、そういう感じで ね歴史変わりますね、うん、やってみた、あの頃はこんなだったけど、うん、今のハーリアも、はい、ね、うん、外人も一緒になって競うというのは、うん、また今の時代のですよね、ハーリーのやり方ですね、うん、はい、うん、なので、まあ、その辺もねあの歴史も学びながら、うん、ぜひ参加してもらえたらなと思いますね、はい、そしてまたあのこの見に来る方たちもね、もう一つはあのこの地域のおじいちゃんおばあちゃん、あ、おじいちゃんじゃないね、おばあちゃんたちのこのハーレイがレナラしたりとか、あのこの応援合戦があのすごくまた一つのなんていうのかな、風物詩じゃないですけど目白押しにもなってるみたいなので、そちらもまたね楽しんでいただけたらなと思いますね。はい、今メール来てるみたいなのでちょっと確認してみましょうね、はい、あれ来てないけどな、どっちに来てるかな、最初の方かな、あれメール来てますよってあったんですけどね、どれかな、ちょっとツイキャスも来てますね、うん、なんて来てる、野の中の金のホタルさん、下の方に来てるね、はい、さいゆしりてちゃーびたん、はい、ティンヌなだそうそうそうしがりてうらんが野菜ということで、うん、ティンヌなだそうそう、雨のこと、うんうん、あ、いい表現ですね、いいね、いい言い方ですね、すごい素敵な表現だ、表現ですね、久しぶりにというか先週も来てますね、はい、んじゃと村からチャービタン池原青年会 OB さん、今日早くリクエストくれたんですね。今年の夏愛知県、これなんていうのかな、東海市でいいんですかね、東の海の市、うん、東海市祭りに池原青年会が招待されてるそうです、おお、すごい、そうなんですね、うん、
イチバルエイサーのイリファーで使っている秋の踊りを池原区民に送ってください。池原、あ、秋の踊りね、先週流したのも秋の踊りのあれだったよね、うん、あれは春の、あ、春の、あ、秋じゃない、春か、あれは春の踊りか。あ、じゃあ探しときますね、 CM の間に。あげくどちだったかな、うん、ね、うん、なんか、あ、春のなんとか、早口、あ、なんかな、あれでした、ね、くどちでしたよね、くどちだったよね、早口くどち、早くどち、早くどちだ、うん、でしたね、はいはいはい、わかりました。じゃあ秋の踊り探してみます、うん、はあ、もう 毎週っていうかね、久しぶりに先週入ってるねって話してたから、また本当に早い時間からありがとうございます、うん、はい、じゃあ CM の間に探してリクエストお答えしたいと思います。池原青年会 OB さん、一平にフェデビル、フェデビル、フェデビル、はい、ということで、じゃあもうちょっとしてから CM 行ってみたいと思いますが、本当はこのハーリーもそうだし、なんだろう、このハーリーの時に歌われる歌もそうだし、うん、まあ、さっきのバーキンもそうですけど、うん、やっぱこの伝えられるものがちゃんと世代にわたってつないでいったらいいなって、つくづくこの行事とか何かあるたんびに思いますね、うんうん、なかなかやっぱ難しいとは思うんですけれど、残ってるうちにこの地域の人たちが一人でもその残そうって思いがあれば、やっぱつながるのかなっていうのもすごく感じるんですけど、ね、これずっと続くと思いますよ、うん、このうちなのこのハーリーとか綱引きとか、この文化はこれはずっと続くんじゃない。だいたい魚師がいる、愛、そうですね、うん、これやっぱり極豊穣とか安全とか、はい、そういった祈りの、うん、あれですのでね、催しですので、はい、これもずっと続くと思いますね、うん、続けてほしいです、うん、結構今観光客とかも多くて、うん、観光化してる面もあると思うんですけども、このハーリーとかも、うん、競技というか、まあ、これ見えるハーリーだけじゃなくて、うがんも多分前、うん、ハーリー始まる前とかにあるうがんだったり、うん、そういうものが結構簡素化されてるって話も聞いたりするので、このうがんとかもセットの上のハーリーのはずが、この華やかな部分だけが残ってるっていうのもあるかなと思うので、ハーリーのもともとのこういう祈願だったり面もしっかり残せて、そのまま見てもらった方がね、これは最初にまずお祈りしてからハーリーを始めますよね、やっぱりうがんを下げて、はい、今日ハーリーですので、何や、まあ、いろいろお願いして、はい、ご国安全、いろいろ、また海の何事もないように、無事に終われるようにというふうな祈りを、捧げてから、またハーリー始めますので、これはもうずっと、こういったのはずっと続くと思います、最初と最後はね、最後も終わりも、最初と最後の、これはもう当然みたいになってますからね、当然のことだから、これはお祈りというのは、だからこの旧暦行事ですごいのは、やっぱり最初にこの手を下げて、この神様にちゃんと報告をして、今日これやりますよって言って、ちゃんとそのね、滞りなく進むようにっていう願をかけてから、その行事をやって、で最後にはまた無事終わりました、ありがとうございましたっていう感謝で、感謝の祈りで終わるっていうのがね、大体こう、初めはお祈りから、祈りから、やってからまたハーリーを始めるというふうになってますのでね、ですね、あそこがやっぱりこの旧暦行事っていうかね、沖縄の行事の一番のこのポイントかなって思いますね、はい、じゃあ、秋の踊りも準備できましたので、今日は、小蛇美佐子さんバージョンで行ってみたいと思います。池原青年会 OB さんの、リクエスト、そしてまた池原区の皆さんに送ってくださいっていうことでしたので、ちょっとお届けしたいと思います。当たってるかな？また当たってなかったらクリアランタッサーってことでメッセージお願いします。この間ね、聞いたら当たってたよってことで返信来てましたので、はい、じゃあちょっとお届けしたいと思います。小蛇美佐子さんで秋の踊りです。
父になって、キミシェビリMokin. はい、お届けした曲は小山美佐子さんの秋の踊りでした。なんか本当に秋のね、このコオロギが鳴いてる音が入ってたりとかして、ああそういう表現なんですね。はい、すごい。なんで最初鳴るのかなと思って、ちょっと別の音が混戦したのかなと思ったんですけどね。あ、何回聴いてもいいで、なんかあのこれコンクールの曲でもありますよね。あ、そうなんですか。新人じゃなくてその次ぐらいじゃなかったかな、千代さん、この秋の踊り、練習する曲、なんか三振でやらなかった、これこれは舞踊曲になってますのでね、コンクールではやらない、まあ、古典の場合でも、うん、でもね、古典の場合はヌファ節とか、うんうん、あのまあ古典協会の場合は、うん、はい、ヌファ節とニバジンというの、うん、曲の中から、はい、そしてどっちかを選んで、うん、古典を受けるんですよ、うん、それとフィシ節ね、はいはい、リアギも、うんうん、だから、
保存会さんの場合は、うん、ヌファブシ曲で、うん、そかそか森林の場合ね、うんうん、だからこういった舞踊曲は、うん、舞踊曲の、まあ、手数だったらどうかなと思いますけどね。じゃああれはただの練習用だったんだね。よくあの三線クラスの子たちがね弾くので、うんうん、このアハブシと一緒にね、うん、だいたい弾いてるので、はい、それでかなと思ったんですけど、練習としてはこの曲よく使う、うん、あの歌われてます、ね、必ず載ってますよね、うん、必ず載ってる、うん、小学生とかね。そうで結構あのなんていうのかな、他の曲アハブシもそうですがちゃんと島くとばで歌われてるけど、うん、この秋の踊りはなぜかちょっと和風というか、うん、そんな感じだったのでとっても印象に残ってるんですけど、そうそう、はい、はい、ということで、池原青年会ね、うん、今年の夏の愛知県東海市の祭りに招待されてるっていうことで、うん、ぜひ、うん、ね、この千葉地、うん、この池原のね、一丸エイサーのイリファーで使っている秋の踊り、ね、ということだったので、またぜひ、はいはいはい、この勇敢な姿をね、うん、見せていただきたいなと思います、うん、いつもリクエストありがとうございます、うん、どうもありがとうございます、はい、はい、じゃあちょっとここで CM 行ってみたいと思います。カフムイラジオチムビラユタサルグトゥウニゲーサビラ。いいですからね、はい、CM 開けましたので、またチムビラここ FM 小座のスタジオから生放送しうとどきそういびん。今 CM の間にねちょっとメールさっきチェックしてたんですけど、今ツイキャス見たら野の中の銀のホタルさん、ハイサイユシリティチャービタン、はい、さいティンヌナダソウソウソウシがあ、これさっき言ってたやつだ、うんうん、ディーテウランガヤーサイってことでね、あの銀の蛍さん、こちらにもメッセージありがとうございます。いつもねカララジであのメッセージくれてるよっていうことを聞いてたので、うん、初参加かな、それとも久しぶりの参加かな、ぜひあのお時間あるときに参加していただけたらなと思いますね。はい、そしてルドルフさん、ヨナバルの大綱引きも有名ですねってことで、確かにね、はいはいはい、ヨナバルも大きいですね、うん、レナさんからは沖縄も雨なんですねって、函館も大雨ですよ、うん、雷すごいですって本当北と南で全然違うからね、はあ、すごいな函館大雨って、こっちは、ね、こっちは今ちょっと小雨だね、サラサラっていうかね、うん、雷って島くとば
なんて言いましたっけ、館内案内館内みたいな館内を案内しました、ね、館内ゴロゴロって言ったけどね、館内ゴロゴロへえ、はい、ということでね、はい、今日はもうちょっとアワティーハーティーヤイビーたちがなハリーの話からね、まあそのそして池原青年会 OB さんからまたこのエイサーを東海市で披露するっていうこともあって秋の踊り先ほどお書きしましたが、うん、千代さんがまたねいい記事あったよってことでありましたのでこちらで紹介したいと思います、はい、なるべく島口市ウニゲーサビラ、はい、おばあとまんじゅんり味噌作りんりの話えびんや、うん、池間島宮古島の池間島に、はい、まあ、根付く生活の知恵を教えるんでのくて、ね、まあ、とっても大切なこのお話のこれ池間島学校が、うん、今月の27日に池間島離島振興総合センターを通って開かったんでのくて、うん、島の高齢者ね、うん、お年の方々がわらびんちゃんかい味噌作る酢作りの、うん、奈良町便で、これ教えたということで、うん、で大豆、うん、豆をまみ煮やなかい麹を混ぜ、うん、きねでつく、昔ながらの製法ですね、うんうん、昔ながらのぬす作りを、うん、わらびんちゃんかい奈良ちゃんでのこと体験、とっても大切ですよねこれね、うん、で半年後の完成を楽しみに発酵用の亀に詰め込んだんでなくて、半年しないとやっぱりね美味しい味噌ができないということで、うん、半年はずっと寝かすんです、うん、鏡の中を通って、うん、で池間島を通って昔、まあ、各家庭で自家製味噌、うん、どうのやうて作る味噌売り利用相談でのくてび、うちなおとってわったもわったに自分のうんとえびたのわる味噌ね、へ、うん、なめめのやおとって、うんうん、大豆味噌炊いて、うん、こう広げて、うん、ずっと麹、うん、麹菌がとってもこう、うん、発酵した、はい、この後からこのまたこれを炊いたりしてね、うん、作ってましたけど、うん、池間島を買って家庭で、うん、作らとびいたんで、生作る人も少なくなって、うん、生きなくなって島の文化を残そうんでち、うん、NPO 法人の池間福祉支援センター、うん、この前泊ひろみ理事長さんが企画さんでのくてえび、うん、だから借りまた幼稚園のソナンあかりちゃん6歳が、うん、お父さんが以前カーメンやヌス作っていっぺん回さたんでのことやみ、そして味噌ができたらみんなで食べたいなんての話そびん、うんうん、で祖母のギマリツコさん、うん、64歳の方とね参加したまた、東小3年の広畑竹明くん8歳は、うん、キネが重くて疲れた早く食べたいでの完成を楽しみに待っちゃうんでのことやエビンド、うんうん、やっぱりね親子おじいちゃんおばあちゃん一緒になってこの、うん、味噌作るというのをとっても大切なことやエビンや、多くの人にこれまた、うん、習ってほしいですね、教えてほしいですね、うん、ああ習ってみたいですね、ことやエビンドくれ、うんうん、味噌作り、うんね、はいはいはい、味噌作り、うん、このウーシンカフロこのウースのウーシのなんかこれ、はい、うん、チチチ、うん、味噌作るこんなに潰すわけね、うん、マーミ、まあ、はい、それ潰してからまた、うんうん、カーミン会詰めておくわけね、うん、半年間、はいはい、半年からまた美味しい味噌が出来上げたんでぬくとやびん、うん、この麹はマーからいい手中がや、これはずっと作って置いてあるんじゃないかな、これは、うん、なんかでももともとね一回作ってたら、作るから、うん、そのままね麹菌は生きてますからね、うん、移したら発酵して繁殖してね、うん、いい味噌ができるって言いますよね、うんうん、昔は暗いところにねこの豆炊いたとこう巻いてね、うん、はい、肉袋、はい、大きなこの肉袋にくちゃぐわをとって、ま、置いといて何日かも置いとったら発酵するんですよ、うん、わらわかんしやなか、うん、
発酵させてからまた味噌こうあの、うん、あの回詰めて、はい、こんな何ていうの潰すわけね、うん、こういうふうな作り方ね、はい、あれ、うん、ああちゃんときねと薄でね、うん、つついて、うんうん、こういう風にしてから、はい、あ甘んけれ見えたかな、うん、すごいですねこれ、うん、いっぺいい勉強やんでおむいびんの、うん、お役ね、うん、おじいちゃんおばあちゃん、うん、これはすごいいい伝承の話にゃ、うん、あ今野の中の銀の蛍さんから豆を潰す機械、まあ、鉄の手で回すものあったなってことってありましたね、うん、へー豆をこう入れてね、うん、こうずっと回して、うん、これきついんですよまた、なんかもう入れて回すって言ったらあの肉とかミンチにするとかね、そう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 ミンチにするみたいな感じ、あんな感じのイメージがありますけどね、うん、何してこう味噌作るんですけどね、うんうん、はい、いろんな、まあ、そういう作業 まあ、手間がかかった作業をしながらね、うん、やっぱ一つ一つ作ってたっていうのはもう、はいはい、昔ならではですね、うん、今はもうパパッとね、うん、機械でオートメーション化されてるけど、はい、うん、その工程知りたいですよね、うん、その前がこの薄でね、うん、潰す仕事、うん、これだったんですよね、はいはい、その後からがあれ機械ができて、うん、それに豆入れてこう、うん、で潰すようになったんですけどね、カーマンカシやっぱり手作りも全然もうあの手で、うん、手作り、はい、ティアンダイエビンや、うんうん、まあ、餅つきみたいな感じで豆を潰すわけね、はい、うん、はい、やっぱりこう自分たちの手で作るとその分感謝の心が、うん、そう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 、いろいろねすごい勉強になりますよこういったのがね、うんうん、時間をかければ時間をかけるほど美味しいではあるんですけどね、早く食べたいって気持ちも分かるんですけどね、うん、男の子そういう気持ちが楽というのがすごいですよね、いいお勉強ですよね、待つことも勉強、そうそう、うん、なかなかね今我慢ができないってよく聞くからね、うん、こういったのがこういったのでね忍耐ですね、忍耐力つけばいいですね、忍耐力もつくし、うん、大切さもつくし人の輪もいろんな勉強ができるんですこれ、うん、皆さんで作ってるということはすごい皆さんの勉強になります、うんうんうん、ですね、とってもいいですねこれ、うん、はい、ということでねあっという間に時間が迫ってまいりましたけどあと3分うん、半ぐらいなってきましたけど、はい、千代さんのじゃあ曲ちょっと紹介しましょうかねこっちでね、お願いします、はい、今日の曲はじゃあ千代先生からちょっと、うん、紹介してもらおうかな、はい、はいはい、今日の曲はですね千代先生のこの振り向けばあの日カラオケ&歌の、CD の中から泣く国と中島節ですね、はい、うん、ご紹介したいと思います、お願いします、はい、待ってよ何番目だったか見るの忘れてさでもう一回見てみようね、はい、たまにこういうことがあるんだよね、はい、8番目ってことで確認取れましたので、はい、じゃあ8番目いきたいと思います、泣く国と中島節ですね、はい、じゃあ、準備できましたのでお届けしたいと思います、岡町陽子さんで泣く国と中島節やいびん、
はい、また来週、チチミソリオタイ。またやさい。また来週。